サッカー日本代表の三笘薫選手が20日、自身のインスタグラムを更新。掲載された微笑ましい夫婦ツーショット写真が話題になっています。画像、必ず強くなって戻ってきます、離脱を発表した三笘薫選手強豪スペインに劇的勝利をした2022年ワールドカップで、三笘の1ミリを生み、海日本中を熱狂させた三笘選手。現在はプレミアリーグのブライトンに所属。 2月に怪我で離脱して以降出番がなくシーズンを終えました。三笘選手は自身の27歳の誕生日に SNS を更新。英語で、今期も応援ありがとうございました。怪我もあって難しいシーズンでしたが、ヨーロッパリーグをはじめ、素晴らしい経験をすることができました。そして最高の監督、選手たちと戦えたことに本当に感謝しています。また、 今日で27歳になりました。すべてに感謝していますと、今シーズンを終えたことを報告し、感謝の思いを綴りました。合わせて日本語でも、今シーズンも応援ありがとうございました。27歳も頑張りますとコメント。この投稿には3枚の写真を投稿。最後の写真は妻である陸上競技三段跳びの剣持クリア選手と、スタジアムで撮影された笑顔の2ショットが写されていました。 ファンからは、三枚目、素敵な笑顔。お二人の笑顔が見られて嬉しいです。可愛い奥様との2ショット癒されますね。お誕生日おめでとう。来季も応援しています。などの声が寄せられました。